高水温の影響を受けた陸奥湾ホタテについてです。こちらをご覧ください。こちらは市町村別の平死率です、はい、まずは違いについてです。このように 7% や 13% というところもありますが、はい、南の方64、61、59% と高いんですよね、はい、変死率が高いということなんですね。南の方が若干高いので、もしかしたら温度の差があったのかもしれません。で、地域差はあるんですけども、陸奥湾全体では 53%、 半数を超える違いが変死しました、はいはい、続いて侵害を見ていきます。侵害に変わりました。で、こちらも地域差はあるんですが、やはり南の方が高い印象ですよね。全体では 36%、 3分の1以上が平死していました、うん、こうした状況を踏まえまして、宮下知事は災害だという認識を示しました。調査は先月6日から15日にかけて県内10の漁協ごとに行われました。宮下知事が今日発表した調査結果によりますと、今年生まれた稚貝の平死率は平均で 52.5%、 去年生まれた新貝の平死率は 36.5% でした。漁協別では青森市漁協で平死率が最も高く、稚貝は 90.3%、 新貝は 83.4% でした。この結果を受けて青森市漁協の澤田茂悦組合長は、来年の地巻きの水をホタテ発生がよ、外側浜から約40トンを譲る受けで地巻きするつもりです。あとは河津と横浜から船外母外にするために約100トン譲る受けるつもりです。また生産量が最も多い平内町漁協全体では、稚貝の平死率が 61.3%、 新貝の平死率が 47.8% となりました。災害なんですね。で、災害の時に、災害にあった被災された事業者や人々を、これをみんなで支えるということは、これ当然のことでありましてですね、今後とも漁業者の声を聞きながらですね、これまでの対策以外にできることはないかということで、全庁横断的な情報連絡会議を設置して検討することといたします。さらに宮下知事は、来月中に災害助成条例を発動し、漁業者が借り入れる運転資金についても支援する考えを示しました。そして今日は青森市で調査結果の報告会が開かれました。集まった湾内の漁業関係者が、来年に向け十分な稚貝を確保するため、成貝の出荷は産卵の晩期を迎える4月まで控えることなどを確認しました。今産卵できなければ、これは来年の出荷する、反成貝等がなくなるということで、今回は必ずしも皆さんで妨害を確保して、来年また再来年も厳しい状態になりますが、皆さん協力し合って頑張っていきたいなと思っております。プロスが特別だとしてくれればいいんだけどね、高水温が今まで経験したことないですから、2ヶ月も3ヶ月も同じことになるので、表面が30年になったんだから、プロスはだからこういうことってなかなか似ると思うんだけど、来年もだこういうことが続けばもう大変ですね。また青森市は今日、陸奥湾ホタテの高水温被害に対する緊急対策を実施する費用として6388万円を盛り込んだ補正予算案を市議会定例会に提出すると発表しました。この中で親貝を確保するために陸奥湾漁業振興会が作る4億円規模の基金に対し800万円を支援するとしています。